寒いかな、本当に。寒くないですか？寒いかもしれない。なんでちょっと回ったんですか？なになに。いやいや、今日はね、ぎこちなさすぎて。もう4月に近づくにつれて、新目黒 JM も桜がもう少しね。なるほどね。ここから見えるように。これも桜だし。これも桜だしね。桜仕様になった。これも桜だし、周りも。桜あるんですか？うん、もう少ししたらね、来ると思うんだけどね。もう少しね。もう少し、ね、ということでね。今夜も始まりました、シンガーボイス東京。そうそう、これでやったからちょっとあんまりしっくりこないんだよな、いつもな、これな。そう、なかなかね、これからだよね。これからはもっと浸透していくと思います。新スタートがね、始まって、どんどんみんなに浸透していくの、よろしくお願いします。 MC メインの秋吉郎です、お願いします。いやー、サブ目黒チェアの店長内田です、よろしくお願いします。イエス、イエー。そして今日のゲストみのぎさんです。みのぎです、よろしくお願いします。珍しいみのぎさん、なかなか聞かない。じゃあ、まあ、それ聞かない。最初はちょっと自己紹介の方お願いします。はい、ミックスチュアソウルシンガーみのぎでございます。今は東京都内中心に活動している北海道札幌市のシンガーソングライターです。はい、音楽活動はですね、大体3年ぐらいが経過しまして、まあちょっと日が浅いんですけど、ピアノ弾き語りをやったりとか、コンピューターで音楽作ったりとか、すごいですね。あとはシンセサイザー弾いたりとか、まあ、立って歌ったりとか、はい、いろんな感じのスタイルでライブしてます。おー、はい、一番最初、ごめんなさい、ちょっと聞き取れなかったです。なんとか、その肩書きの部分ですかね。肩書きをもう一度スローな感じで。ミックスチュアソウルシンガー。ミックスチュアソウルシンガー。おー、なんか新しいジャンルです。あれ、俺聞いたことかなかった。そうだよね、初めて聞いた。なんかこう、個性をちゃんと自分の音楽の個性を肩書きにも出したいなと思って。なるほど。なんか一応ミックスチュアってなんかこうジャンルのミックスって意味もあるんですけど、なんかポップスとか R&B とか、もともと私ブラックミュージックがすごく好きでなんですけど、ポップスもすごい好きなので、なんかいろんなものをミックスして自分のジャンルを作る、ちゃんと気持ちを魂を込めた歌を歌うんだっていうことでミックスチュアソウルにしてます。すごいですね。もうちゃんと、もう50でも僕はそれ好きですね。結構あのポップス好きな人でブラックミュージック好きな人って日本人って実は多くないですか？そうですね、まあ、でも多いですね。実は多いです。なんか R&B とかすごいやっぱ今の流行りじゃないですけど、結構な曲にあるじゃないですか。そう、すごい憧れは多いんだけれども、なかなか歌うのが難しいっていうのが正直。ブラックミュージックはリズム絶対日本人とね、取りにくい、あの独特なリズムというか。でも取ってしまうみもぎさん、すげえなと思ってた。ありがとうございます。そこを独自の路線で行く感じが。そうですね。みもぎさんはそのいつから音楽をやられてるんですか？楽器自体は4歳からピアノやってて、素晴らしい。でもそれはもう素晴らしい。違います。もう全然違った。全然違う。いや、クラシックで、でもその時はでもクラシックってこうすごい型にはまる感じがするんで、なんかだんだんちょっと窮屈になってきちゃって、うんうん、でもまあ趣味でやっていく中で音楽、歌の方に目覚めたのは高校生ぐらいの時で、私ラジオがすごい好きなんですけど、はい、テレビはあんまり見ないんですけど、はい、ラジオからそのローリンヒルの曲とかが流れてきた時にすごいかっこいいと思って、それがブラックに興味を持った入ったきっかけだったんですね。はい、もうそこからはもうじゃあもうめちゃくちゃ聴きまくって。そうですね、ちょっと真似して歌って。そうですね。そういうそれで歌えちゃったっていうところですよね。真似事をすごいしてました。やっぱ耳が良くなっいいんですね。そうですね。小さい頃からピアノやってて、でしかもラジオを聴いてるっていう段階でもう耳がいい。テレビ見ますか？テレビよく見ます。YouTube ばっかりだから、ね。テレビと YouTube ばっかり見てますから。でもすごいですね。もうそれでも憧れです。耳がいい人ってやっぱその洋楽とかもすぐ聞き取れちゃって真似できるじゃないですか。でもね、耳があんま良くない人がやっぱり真似しようとして全然違うこと言ってるからみたいな。すげえ難しい。そう、ニューアンすげえ難しいよね。俺もすげえ難しくて。だからやっぱそういう人はちょっと憧れですよ。本当に、ね、似せることはできても、もう本当に乗ることができない。そうだね、乗れないよね。
いや、かっこいいわ。ありがとうございます。じゃあもう今はそういったところで、はい、ライブとかもあれですか？そうですね、結構4月はすごいライブが多いんですけど、まあなんかこうライブハウスだけじゃなくて、ちょっとカフェ風のアコースティックなところとか、でもでもやったりしますね。なるほど、はい、まあ、いいところありますよ。すごい素敵ですよね、ここ。ここすごい綺麗。おしゃれだし。ありがとうございます。落ち着きの間ですよね。そうですよね。はい、ちょっとドヤ顔こわまして。落ち着きの間ですよ、ね。はい。すごいなんか。嬉しいですね。そんなお褒めの言葉を。いや、曲調も多分あるんじゃないですか。もう思いました。僕も。もう完全に合致してると思いますよ。いや、完全にかましてほしいですね。なんかでも、今日静かじゃないですか。今日静かじゃないですか、ちょっと。まあ確かに静かだね。なんか、ちょっとメロディー聞きたいな。ちょっとメロディー聞きたいな。やっぱこういう時はブラックミュージックとか、ちょっと、あの、この雰囲気に合った感じで、ちょっと音鳴らしてほしいよね。この時あんま説明しなかったけど、そう、あったんですよ。そういう、ちょっと、そうあったんですよ。ワンフレーズちょっと聞きたいなっていうのが正直。なんていう、まあ、そうって言っちゃって、ちょっと現実に。そういうこと？そう、そういうこと、そういうこと。なんかちょっと、なんかちょっといいメロディー、ちょっとワンフレーズだけでもいいです。メロディーが欲しいっす。もしよかったら、ちょっと満たされる心の。そう、やばい。心を満たしたい。何がいいかな。今日満たしたい。黒い感じで。黒い感じでいきたいです。どうしようかな。黒い感じで、ちょっと、なんか今の雰囲気で歌っていいです。今の雰囲気で。今の雰囲気。このドキドキわかりますアカペラで私のオリジナル曲を、マジオリジナル曲、ほんのちょっとだけほんのちょっとだけ、耳を澄まして、はい、ではディスタンスという距離、はい、ディスタンス距離です、はい、という距離あの曲をサミだけ歌いますね、はい、はい、近づきたいのに遠くて夜の風に遮られる、もう焼けた空で見えないディスタンス、縮められないの。ありがとうございます。すごい。かっこいいね。ソウルな感じ。ああ、でも夜聴きたくなったね。もっと夜聴きたいね。いやこれはやばい。夜に合う。夜聴きたいですね、これ。曲が多いと言われます。夜、外で聴きたいかもしれない。この、いいね、このテラスとかで聴きたい。窓越しで聴きたい。ああ、窓から。窓際で。ディスタンス。窓際で。その距離で。いいかもしれない。ああ、いいですね。オリジナルもじゃ結構もう何曲作られてるんですか？結構、まああって、30、40ぐらいはまああるんですけど、すごいですね。今年は結構、ちゃんと音源化するっていうのを一つ目標にしてて、春夏秋冬リリース企画っていうの、春夏秋冬、そうです、春ももう近いから、あ、もうそれは終わったんですけど、春はもう、そうです、春終わって、その3ヶ月に1回3曲シングルをリリースするっていうのを、すごいね、3、4、12、そうです、12曲、すごいじゃないですか、はい、一時期ラルク・アンシエルでもやったことないぐらいのぐらいじゃないですか、ラルク・アンシエルめちゃくちゃ出してたからね、ラルクさん出してた、ラルク・アンシエル、なるほど、そうなんですね、今ちょっと思い出して、同時3枚リリース、なんかありますよね、そういうなんか同時リリース、そうそういうやってしまうと、いや、すごい、頑張ろうと思って、いいですね、自分に、なんか YouTube とかで見れたりするんですか？あ、今歌った曲は、はいはい、ディスタンスは YouTube に上がってるので、 PV が上がってます。 PV?、はい、PV が上がってる、 PV まですげえ、PV まであったすごいね、まさかもうなんかこう夜の雰囲気が、いや違います、 PV はもうほんと自作っていうか、はいはい、もうそういうカメラつってそういう仲間、あ、ちゃんと撮ってもらって、他は ほとんどライブ映像が多いんですけど、この曲だけ、じゃあ今のところはもう、じゃあもう要というか今の、うん、今ちょっと心をわしづかみにされた方、みもぎ YouTube です、みもぎ YouTube です、はい、ね、よろしくお願いします。みもぎさんってそのアルファベットで調べた方がいいですか、その YouTube の、アルファベットの方が確実です、かかりやすいですか、はい、MIMOGY、 MIMOGY、 はい、OK、 チェック、
チェックメイトみたいなのがチェックだったので、ね、お願いします。いやでも、はい、その音楽、僕実は今回そのみおんさんをちょっとあのご紹介ちょっとさせてもらったきっかけが、あの、はい、今野さんっていうねギタリスト、超前ギタリストがいるんですよ、はい、それが今回そのまあちょっと告知になっちゃいますけど3月27日プリンセス、サウンズオブプリンセス、新目黒ジェーンにですねちょっとライブを行うんですけれどもあのはい、僕一応 MC 担当で、はい、プラスちょっと歌もちょっと歌わせていただきますでそこでですね、今野さんとそのギタリストの今野さんとあとは、岡山さんっていうそのドラマがいるんですよ。その3人でちょっとやるんですけど、すげえ豪華すげえ豪華なんですよ。皆さん弾き語りなんですよ。僕だけその2人ついちゃって、うわもうそうで、その今野さんがきっかけでちょっとやったんですけど、今野さんとも一緒にもう組んでやったりしてたんですけど、そうです、たまにあのギターサポートって形で入ってもらったんですね。入ってもらったり、私がボーカルだけの時は弾いてもらったりとか。なるほど、そういうコンビネーションでやられてる、はい、そうですね、はい、いいですね。やっぱ音楽は仲間をこうやってどんどん、いやそう、手と手をつなぎ合わせて、手と手をつないで、いずれは地球も一周できちゃうぐらいね音楽の輪が広がればいいですよね、はい、もういいこと言うな今日。いや言うと思った、それも言うと思った、言うと思った、言うと思った、いいこと言うなって絶対その後かぶせてくると思った。いいこと言うなって最後言わなければよかった言わなきゃよかった。なるほど、みおんさんってなんかそのあれなんですかね、今音楽活動一つじゃなくても仕事をしながら、はい、プラスで、あの今はそうです、あの専念っていう形ではちょっとやってないんですけど、うん、はい、でもまあ大変ですよね。でもそのやっぱり音楽があるから、そのなんかお仕事があった後になんかちょっと救われる面もある、音楽に救われる面もあるんですかね。まあそうですね、なんか私音楽を始めたきっかけが仕事をしててうつ病になりかけて心がちょっと病んじゃったんですね。そうなんです、なんかちょっと激務とか、はいはいはい、まあ、精神的なところで辛いことがすごい多くて、ずっと趣味でやってたものをきちんと本気でやりたいなって思ったきっかけがその会社になったことがきっかけなので、実は。なるほどなるほど、なるほど、はい、要はそのずっとこうなってたと自分の殻を破りたい、はい、そうですね、そのものが歌だったんですね、はい、もう素晴らしい、もう自己表現がまさにできるものですね。一番やっぱり練習ってお風呂とかでやっぱ練習するのが一番いいんですかね。練習歌のですか。そうそうそう、いや、あのスタジオだと思います。スタジオか。練習。いや、お風呂は確かに反響してめっちゃうまく聞こえますけど、エコーがめっちゃステージめっちゃうまい俺みたいになりますけど。なるほど、あの実際ちゃんと聞かないと。あ、でもリラックスできそうですね。そう、確かに蒸気の中で多分喉が潤いながらこう歌えるので、まあ若干休みにはなるね。そうですよね、はい、まあ、僕は前聞いた話なんです。まあ聞いた話をいろいろ伝えてくれる聞いた話ですよ。あ、誕生日おめでとうございました。今頃、今頃ちょっと挟んでこうかな。ありがとうございます。3月12日だったんですね。そうなんですね。ありがとうございました。視聴者の皆さん、皆さん多分花束を持ちながらこうやってね、見てると思います。ありがとうございました。まあ、嬉しいですね。急にちょっとぶっこんでくると思わなかった。これはあなたも渡したいから27日ですね、うんうんうん、なるほどね。まあその音楽にね、音楽はやっぱブラックミュージックだと、うん、最近、まあこれずっといいですか、こんな話しても。いや、どうぞ。いいですか。どうぞ。みのぎさんにとってそのブラックミュージックで、はい、そのなんか、まあローリンヒルとかもあったんですけど、はい、なんか今暑い、今がいいんです、今暑い自分が、まあ、昔からでもいいですし、すごいいい憧れる人っていうのは最初から変わらずですか。いや、変わってて、きっかけはローリンヒルだったんですけど、シャガカンが好きで、シャガカンわかりますか。シャガカン、シャガカンわかります。なんで俺が見させちゃったの。俺が知らないっていうの、俺が知らないっていうのを、ね、なんかこれをして知ったかやると怒られる。視聴者の方に、まあ、怒られるから知ったかすんな。ちょっとこうファンクっぽい感じの、なるほど、すごいパワフルな、ちょっとこう大きめな体の女性のシンガーさんがいて、その方がすごい好きなんですけど、見たら分かるかな。でその方と一緒にもやってるインコグニートってバンドがあって、そのバンドのリーダーがすごい、私は今すごい好きです。あ、もうコアな、コアなやつ、コアなやつ、すごい。これ分かった人多分みおぎさんの話した方がいいですね。でも多分マイナーかな。い
ないんだけど、ね、でもね、はい、佐賀県は有名ですよ。なるほど、はい、ちょっと勉強不足、ね、ちょっと勉強不足、ね、ちょっとダメだな、ついていけなかった自分が、はい、自分がちょっとあと誰なの勉強します。じゃ有名なところって僕らもちょっとアリシャキーズ超好きです。あ、アリシャキーズすごい好きで、めっちゃ乗り方が違った今イフアイエンガチューですね。あ、そうですそうです、もう、はい、アリシャキーズすごいかっこいいですよね、はい、YouTube で何回見たか分かんないぐらいぐらいで見ましたよ。やっぱ弾き語りもできるし、そうですそうです、やっぱちょっと、うん、女性としてもなんか憧れますよね。はい、ですよね。もう今はお母さんなので、お母さんであれですよ、はい、そうですね、なんかこう女性らしさがすごいあるので。触っちゃった、ちょっと待ってください、はい、話してください。すいません、あのちょっと話を広げようと思ったんですけど、はい、僕そのアーティストさん知らなかったんですね、はい、でちょっとうなずいてるだけなんですけど。ダメじゃないです。うん、ちょっとこれで乗り切れるかなと思ったらちょっとハプニングがありましてね、こう言わなければいけなくなってしまったんで、ちょっと知ったかぶりから人生始めました。でその、まあ、女性のアーティストですね、まあ、聞くところによるとね。そうです、そうです。普段どういう方聞きますか？僕でも本当に洋楽っていうのがあんまり聞かなくて、日本人、やっぱ日本人ので、最近まああのやっぱ最近というか、はい、まあちょっとあれなんですけど、玉置浩二さんとか、渋い、ああいう曲をちょっと聴くようになりました。最近ちょっと若者向けな曲ばっかり聴いてたんですけど、はい、前は、はい、でも最近だとちょっとどんどん掘り下げていく。渋いですね。夏のあれ、はい、ちょっと待ってください、なんか明るい曲があれ、なんかいきなり明るい曲が聞こえてきた、いきなり曲が流れてきた。あれどういうことだこれは。あれなんかすごいいい曲が流れてきたんだ。あれそれに何なんでちょっと緊張しながら入ってくる。ユウでーす。ユウでーす。ミモギーさんの曲です。こちら。あ、そうですそうです。はい。あ、ユウっていう曲。そうです。あ、ユウです。はい。ユウです。オリジナルですよ。オリジナルです。これは誰か思ってる人、あなたへ対しての曲なんで、どういう曲なんですか？これは結構その難しいことにチャレンジしようとか、なんかこう一歩踏み出そうとかする人たちに向けて、なんかこうエールみたいな。そうです。なるほど。なんかこう迷いとかあるかもしれないけど、自分のこう力で切り開いていくとだんだん変わっていくよねって。あ、もうそういう感じの歌俺大好きです。なんかこのリズムとかもなんか盛り上げてくれるよね。このここ回してくれるよね。このなんかガツガツじゃなくて、このなんかこうちょっとこうこういうなんか高揚感、そう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 、こういうノリでもできるし、こういうノリでも、これはちょっと難しいかな、これはちょっと難しい、こういうのこういうノリですよね。好きに好きに乗れる感じですね。素晴らしい。でもなんかライブでも好きに乗ってますよ皆さん。まあ、いいですね。そうですね。ライブこそもう本当にみんながもう楽しめるところですよね、うん、その音楽、はい、音に対して。そうですね。いいですね。もうちょっと、もういいですね。ありがとうございます。この感じ、もう好きですね。僕もそういうなんですかね、はい、ポジティブソングを作ってたんで、はい、あ、そうなんですか。そう、あの歌って歌、そう、そういう感じの曲の方が好きで、はい、ああそうなんですか。そう、いやいや楽しく素晴らしかった。ディスタンスもあったんですけど、ディスタンスはもうさっきね飛びちゃったんですか。飛びちゃったんですか。ワンフレーズ歌っちゃった。あのね、今ね、実はもう一曲流そうと思ったらさ、よく見たらさ、ディスタンス、あ、ディスタンスはさっきの曲だったんですね。そう、流そうと思ったんだけど、でもやっぱりそこはさっきも生聴いちゃったからもう、ね、生聴いたし、さすがにやっぱみんなが YouTube クリックしてもらうためにね。そう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 です。もう一曲見ていただくために、そうそうそう、もったいぶる、もったいぶってます。見てください、見てくださいね、よろしくお願いします。今の曲ははい、どこで聴けたりは、ユウもあのライブ映像が載ってますね。ミモギーでライブ映像がいくつか流れてる、はい、中の、はい、ユウユウですね、はい、あの私の YouTube チャンネルがあるので、ミモギーチャンネルで、そうです、ミモギーチャンネル、ミモギーチャンネル合ってます合ってます、ミモギーソウルで検索すると、ミモギーチャンネル、全然違ったね、惜しい、惜しくもあと少しあと少しですよ、名前だけ、名前だけ、それになってます、ね、もうあっという間にもう時間だけが過ぎてくる。時間だけが過ぎてない、ちゃんとありがとう、なるほど、なるほど、ちゃんとありました。じゃあね、毎回恒例のあれいきますか、はい、毎回恒例の、うん、
っちゃいますか。いっちゃえよ。俺がしょ。俺がいっちゃうよ。フライングしたよ。フライングしたよ。もうフライングした。ということで、はい、毎回恒例のね、ゲストさんの友達紹介いきたいと思います。いや、いや、ガチ電話。ガチ電話ですよ。これ今からね、やらせじゃないですよ。ミモギーさんにお友達に電話していただいて、次回のゲストを、はい、繋いでいただくというね、はい、この完全に他人任せなコーナーでございます。よろしくお願いします。ドキ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 しますけどね。じゃあちょっと持ってきますね。はい、そうだ、そう、今ね、出てくれるかな。今からガチ電話します。アポなしガチ電話だ。アポなしガチ電話。いやこれね、僕らも毎回緊張するんでね、まあ、無言の表情でちょっとこの時間をお楽しみいただけたらなと。はい、表情でね、表情だけど参加できるかできないか。できないか。聞いてるのは私だけってことですよね。そうそうそう、そうです、そうです。スピーカーにしなくて大丈夫です。そうです、これはもうリアルなんで、ね、はい、では電話します。早速終わりました。行きましょう。電話する相手はですね、はい、木村ゆかちゃんという木村ゆかちゃんギターの弾き語りの、身長が私と同じく 170cm 高めですね、やっぱり2人ともある女の子です。モデルさんですね。モデルさん、モデルさんが2人。モデルさんが愛とか出るかな。よし、出るかも。ちょっと待って。もしもし、みむぎです。こんばんは、元気ですか。久しぶりだな。ありがとうございます、出ていただいて。大事な大クリア。大事ですね。はい、そうですよね。はい、突然ですけれども、今はですね、シンガーズボイス東京っていう生番組、今ユーストリームでですね配信しながら今電話してるんですけど、そうですよ、新目黒茶屋、茶屋です。新目黒茶屋という素敵な目黒にあるダイニングバー、目黒駅から徒歩3分ですよね。はい、はい、なんですけど、ここで毎週各週で、各週か、間違えちゃった。2週、4週でなので、次回は3月14日になります。あ、4月です、4月、ごめんなさい、4月の14日、次回ですね、4月14日18時からの18時からの出演ですね、はい、収録番組に出演していただけないでしょうかというお誘いでした。はい。さすがでした。大丈夫ですよ、だそうです。早い。早い。早い。そんな。早い。早い。早い。やった、これ初めてじゃないですか、ここで。ねえ、ここで。あ、ここで交渉成立。してもらったの初めてだそうです。こんなスムーズが来てないですよ。皆さん、目の当たりにしましたか、これ。素晴らしい。そうですね。記念すべき初の。初ですよ。初の。やった。同じ、嬉しいな。即 OK ということで、はい、ありがとうございます。やったー。ぜひ、ね、では見てください、ね、詳細はまた別途、詳細また別途、詳細は別途で、はい、じゃあ別途ご連絡しますので、はい、ありがとう。はい、どうもありがとう。6月もよろしくね。よろしくね。はい、まだ終わってない、こっちで終わっちゃう。バイ、こっちで終わっ、失礼します。いや、でも、ね、次見てくれ。オッケー、オッケーです。いただきました。やったー。すごない、すごい、すごい、これすごい、これすごいですよ。この足で生きてる、オッケーだよ。素晴らしい。結構フットワーク軽くなるんだ。フットワーク軽いです、路上もね。オッケーです、いいかも、みたいな。あとでフリーとか言われて大丈夫かな。ちょっと心配になるぐらいの速度で、ソフトだよね。ソフトだったから、もうびっくりしちゃった。でも嬉しい、よかった。同じで成功ということで、成功ということでね、このいい流れでまたまた次もね、次もね、はい、恒例のあの企画いっちゃいたいと思います。曲曲って言わなかったよ。曲言ってないよ、噛んでもう流そうと思ってたんですよ。行きましょう。ということで、私物プレゼントのコーナーです。イエーイ。ミモギーさんの私物をプレゼントコーナー、本当いいのかな。今日は毎回楽しみにします、僕らもね。何かを持ってきて、僕らがもらえるわけじゃないんですけれども、そうそう、毎回見るのを楽しみにしてます。これちょっとおしゃれなやつ着ちゃってるじゃないですか。ニューヨーカー、ニューヨーカーじゃないですか。めっちゃおしゃれ。私、カップを集めるのが趣味で。すげえ、ニューヨークのやつ。普通に欲しい、普通に欲しい。そうです、ニューヨークに行ったのは去年なんですけど、はいはいはい、
横にいた時に何個か買って全部この箱に入れたまま飾ってるんですけど、すごい超貴重だ、超貴重だ。これを今日はプレゼント。すげえ、あ、これなんかセットになってる、スプーンもついてます。これはいいやつだ。やばい、もうアメリカンブレックファーストですよ。これね、ぜひこれね、スプレッソ飲んで、スプレッソ飲みたいですよね。このサイズだったらスプレッソですよ。ちょうどいいサイズ、ちょうどいいサイズ、ちょうどいいサイズですね。じゃあスプレッソ飲みたい方ね、めぐるちゃんでちょっとご飯食べてもらって、ちょっとこのカップにエスプレッソ入れてくださいみたいな、あのカップをいただけますかと言っていただいた方には先着1名様そう、エスプレッソ代金は払っていただきますが、はい、がこちらプレゼント、プレゼント差し上げますので、はい、もらってね。いやむしろ欲しい、楽しみにしてください。いや俺が欲しいわ。もし最悪ちょっとちょっともう切れちゃいましたっつって置いてこなかったら俺がエスプレッソを買う。そうそうそうで、ニューヨークを手に入れる。これで一択になってください。そう、早く来てくださいね。そう、ライバルいっぱいいますから。ありがとうございます。すごいこれ。じゃあなんかね、せっかくなんで、はい、星の方ももし近々あるライブだったりとか、はい、まあそういったので、あれば4月9日に、はい、伊勢崎町クロスストリートで、40分間のステージなんですけど、ライブを弾き語りでその日はやる予定なので、ピアノですか、自分のシンセサイザー持っていくので、はい、なるほど、はい、キーボードですねでやります。4月9日、はい、何時からですか。時間は私、オープン自体は4時で、16時スタート16時15分ですが、私の出演ちょっと遅いので19時40分になってます。出来上がった頃に、飲み放題がついてるので、すごい、潰れちゃう方もいるから、ドリンクバー込み、大変だなこれ。もうみんないいですね、みんなワイワイしちゃう感じで、そのなんか詳細とか見れるページとかってあるんですか。私のホームページにスケジュールが全部載っていて、ミモギで、公式ホームページがある、 Google で言うとミモギ、ミモギで出てきます。出てきます、はい、一番最初にブログとか、はい、ブログも、はい、じゃあブログとかミモギってやればブログも出るし、はい、ライブ情報も出るし、はい、じゃあそのサイトに、公式サイトにまあブログとかの連携とか、はい、全部貼ってあります。じゃあもうそちらを見るソーシャル、もう間違いなくね、はい、届きますから、見るらしい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、はい、活躍中のちょっとみもぎさんに来てもらいましたが、いや素晴らしい、ね、はい、やっぱりブラックミュージックを愛する人はエスプレッソでもブラックつなげる、いいつなげ方。スプーンもブラックだし、そうですね、なんか今日調子いいですね、今日調子いいですね、黒い黒いずっと肉でもしていいな、もうね、もう目ついたものはもうすぐ言ってくよ、すぐ言ってくからよろしくお願いします。よろしくお願いします。みもぎさんもこれ、ね、紹介していただいたお客様も、はい、あれなんですか、まあ、ちょっとフライングしちゃいますけど、ブラックミュージックなんですか、はい、ちょっと近いです。ホイットニー・ヒューストンとかが好きな女の子なので、実力派が来ますね。いやー、やばいですね、並んできちゃいますね、並んできちゃいますね、ちょっと僕ついていけなくついていけなくなっちゃうな。頼むよ、タンバーズ、ザ・タンバーズじゃなくて、ザ・タンバーズでしょ。そうですよ、でしょ、じゃあタンバーでハモリでもしかしたら変わってくるかもしれない。変わってくる、楽しみにしてます。楽しみだな、来週タンバーズがハモってくるかな、ハモってくるってことですか、ハモってくる、再来週か、楽しみですね。はい、あっという間にもう30分ね、いや、あっという間でしたね、本当にもう語るとは、ね、あっという間ですよ、経っちゃいましたけど、はい、何ですか、調子いいから回すんかなと思ったら、いきなり止まったっすか、いきなり止まったから、全然回せないよ。いやね、かっこよく、じゃあもういつものやつやりますか。いつものやつ、うん、いつものやつ、もうね、そう、いつものやつ、もう時間になっちゃって、時間になっちゃったんですよ、もうみもぎさんのもう今日さよならしないといけないんですよ、はい、もう収録のね、時間、今日2本立てじゃないんですね、今日実は。そうなんですよ、今日ちょっとね、ね、諸事情がありましてね、そう、ちょっとお店のちょっと予約がちょっと入りまして、次の番組の方はちょっと次回にちょっと回させていただきます、申し訳ございません、はい、またちょっと次回は再来週の3月14日4月です、14日です、4月またさっきからお楽しみにしていてください、タイムリープしてよろしくお願いします。じゃあ格好締めて、最後丸投げっていうことでね、今日もご視聴ありがとうございました。シンガーズボイス東京でした。次回も見てね、バイバイ、みもぎさんでした、ありがとう、ありがとうございます。